はい、こちらのコーナーは IPO のコーナーでございます。本日東証グロース市場へ新規上場されましたコード番号 147A ですね、株式会社ソラコムの代表取締役 CEO 玉川健さんにお越しいただきました。玉川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お忙しいところまたいろいろとね、今後からのご活躍ということで今日はもう本当にストックボイスにもお越しいただきまして本当ありがとうございます。ありがとうございます。早速なんですけれども、御社のですね、まず事業内容からお話しいただけますでしょうか。はい、はい、株式会社ソラコムはですね、はい、2014年創業で、東京に本社がありますがアメリカとイギリスにもオフィスがありまして、はい、150名で、事業内容としてはグローバルのはい、IoT プラットフォームを提供させていただいています。はい、会社の遠隔として2017年に KDDI グループに、はい、M&A により、参画しておりますが、はい、さらなる成長戦略として、大企業から、支援を受けて IPO をするというスイングバイ IPO を提唱させていただいて、2021年に、日立製作所様、はい、ソニーグループ様など6社様から出資をいただいて、この IPO に至っております。はい、そうなんですね。で、我々のビジョンがですね、はい、世界中の人と物をつなげ共鳴する社会へ、はい、ミッションが一言で言うとテクノロジーの民主化、IoT とか AI のテクノロジーって今後もますます進化して重要になっていきますが、我々そんな中で、はい、お客様が IoT のサービス創出を簡単にしていただけるプラットフォームを、提供しております。ですのでお客様、我々のプラットフォームソラコムを使っていただくと、はい、IoT サービスを簡単かつ迅速に作れますし、はい、また我々のパートナー企業様が、プラットフォームを補完するサービスを出していただいているので、はい、IoT のエコシステムをどんどん発展させてきたという経緯がございます。はい、我々が具体的に提供しているものなんですけれども、IoT の通信、はい、我々コネクティビティと呼んでますが、はい、それから左のデバイス、はい、そして右のクラウドですね、IoT に必要なものを一気通貫で提供させていただいてます。はい、で、デバイスはですね、お客様に継続的に繰り返し購入いただくので、インクリメンタル収益と呼んでおります。はい、そして真ん中の通信とクラウドは毎月サブスクリプション的にお支払いいただくストック収入になりますので、リカーリング収益と呼んでおります。はい、でまた非常にいろいろなお客様にお使いいただいているというのは特徴で、製造業からモビリティ、エネルギー業界、非常に業界幅広く、そして企業規模もスタートアップ、中小企業、大企業と企業規模を問わずですね、たくさんの事例があるんですけれども、例えば日ガス様はスマートメーターに使っていただいていたり、セコム様は設備監視ですね、で右上のループ様はシェアリングモビリティ、ループ今ね、はい、都内でも結構見かけますよね。そこにもソラコムのシムが入ってます。私も使ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヤマト運輸さんも、はい、黒猫見守りサービス、これ、電球の中にソラコムのシムが入っているので、変えていただくと、高齢者様に何かあった時に駆けつけてくれるサービスであったり、ポケトークの AI 翻訳機だったり、ミクシー様の、子どもの見守り端末、それから象印様の見守りポット、で下の方は海外の事例になるんですけれども、一次産業からペットの見守り、遠隔医療まで非常に幅広く、我々300種類ぐらいですね、事例を公開させていただいています。すごい数ですね。それとあと多岐にわたってますよね。はい、そうですね。はい、業種に偏りもなく、そうなんですよ。我々ホリゾンタルのプラットフォームって言ってるんですけれども、いろんな業界に使っていただけるように、その共通機能を出させていただいています。先ほどちらっとお話ししました、この、インクリメンタルとリカーリングなんですけど、インクリメンタルっていうのはこれは徐々に増えていく収益というのはそんなイメージなんですか？そうですね、我々ウェブの上から、SIM やデバイスを1個から買えるようにしてますので、多くのお客様が最初、数個買っていただいて、試作品を作ってうまくいくとさらに買っていただいて、成功するともっと買っていただいていくような形になります。あとこのリカーリング収益というのはこれは、繰り返しこう収益に結びつくという意味合いですか？毎月サブスクリプションで登録いただくと、毎月お支払いいただくプラットフォーム利用料であったり、通信料になります。
ああということはもうしっかりした収益基盤出来上がっているということなんですね、はいはい、さあそして、今度ですね御社 その業績の部分なんですけど、はい、こちらいかがでしょうか、はいはい、そうですねこちら3月期が締めになりますので、業績予想も含んでおりますが、はい、売上80億、営業利益が5期連続で黒字、そして契約回線数600万回線以上ありまして、ね、重視しているリカーリング収益は今 30% 以上で年間伸びてきています、はい、でグローバル の IoT プラットフォームですので、180カ国で使えて、カバーしている通信キャリアが390以上、あとはですねそのお客様の年間解約率が 0.3% と非常に低くですね、本当ですね、はい、NRR も 128% と高い、これは我々のプラットフォームがお客様のシステムに組み込まれると、なかなか解約されないという特徴があります。それは使いやすいからということにやっぱり裏返しになるとなるんでしょうかね。そうですね、非常にいい評判をいただいております。そうですか。であと業績この伸びというとこの E というのはこれはエスティメートの予想という意味で E、はい、そうですね、これは、はい、着地という意味で着地ということですよね、はいはい、ということであとですね続きましては経営者のから見た強みというところになるんですが、そうですね、はい、4点挙げさせていただいております、はい、まずですねこのマーケット非常に大きいということですね、IoT のマーケット、1兆円以上あるので、はい、1兆ドルあるので150兆円ですね。で我々その中でも、日本の中では IoT のトッププレイヤーとして認知されてますので、グローバルも含めてしっかりマーケットを取っていきたいと思っております、はい、あと次にビジネスモデルがユニークということですね。そうですね、先ほどお話しさせていただきましたが、はい、左側あるお客様、はい、こう小さく始められて本番サービスさらに拡大さらにグローバル展開もしくは新規機種導入ってなるとこの度ごとにインクリメンタル収益が立ちますし、はい、インクリメンタルが増えれば増えるほどリカーリング収益も増えると。で右側がその全てのお客様を足し合わせた四半期売上になるんですけれども、グレーがインクリメンタル収益、はい、やっぱりこう上下するんですね、デバイスの購入タイミングによって、ただブルーのリカーリング収益は非常に安定して右肩上がりで伸びていきますので、はい、全体の売上の今7割ぐらいになってます、はい、そしてこれを支える技術的な強みなんですが、一言で言うと、クラウド上に通信のコアシステムを我々ソフトウェアで作ってしまったということで、はい、業界で有名な会社なんですね。多くの通信事業者さんが、はい、物理のデータセンターと高額のハードウェアで通信ビジネスをやられてるんですけれども、はい、我々クラウドの上でソフトウェアで作ってる、70以上の特許も持っておりまして、設備投資がいらないのでコスト効率が高く非常に競争力の高いプラットフォームを提供できる形になってます。またはい、あ、ごめんなさい、どうぞ、はい、ソフトウェアを持ってますので、お客様が必要な IoT サービスをどんどん我々作ってきまして、はい、まさに左側のですね、レゴのブロックのように20種類以上のサービスを今提供させていただいてます、でそうするとお客様がスマートメーター作りたいと思った時に、はい、じゃあこれとこれとこれ組み合わせてすぐ作れると、決済端末も GPS トラッキングも組み合わせることですぐ作れるので車輪の再開発がいらないんですね、はい、で我々プラットフォームを提供しているので、はい、お客様ごとにカスタマイズする必要なく、ビジネス的にもスケールしやすいと、でさらに、最後の強みもう一つですね、新規機能もどんどん追加しておりまして、これ IoT のデータを貯めるサービスなんですけど、流行りの生成 AI のボタンがついてまして、押すとデータの異常値とかトレンドも自動的に把握できるようになってまして、こちらもお客様に非常に好評いただいてます。そうなんですね、はい、で最後グローバルですね、はい、我々ソフトウェアで持ってますので、はい、いろいろな通信事業者さんと簡単に提携できるということで、2年前アメリカの通信事業者さんで、はい、昨年はですね南米の通信事業者さんと提携させていただいて、はい、今180カ国で我々のプラットフォーム使えるようになってます。180カ国ですか、はい、ですので日本にしては珍しくグローバルでも使えるプロダクトという形、いやもうね上場された時点ですでにこの規模ということで、はい、そうですね、はい、すごいことになってますね。で先ほどお話しあったですね、ちょっと私お伺いしたいところがありまして、ここの部分なんですけども、はいはい、まあ、これ先ほどお話しありましたようにこの、まあ、御社の部分というのはその一番右端 の、 そうです、ね、はい、この元というのは世代という意味でいいんでしょうか。そうですね、ジェネレーションということですね、はい、第三世代ということで、はい、そうですね、最先端ということでよろしいですか、ね、はい、ありがとうございます、はい、そういうことです、はい、そういうことなんですね、はい、いやこれがずっと、まあ、今お話ししたレゴは非常に分かりやすくてよろしいですね、はい、ありがとうございます、はい、さあ
そしてですね、じゃあ今後の、まあ、御社 このビジネス展開ということなんですけど、はいはい、こちらよろしくお願いします。まあ、毎年3割で伸びていくリカーリング収益、はい、非常に安定しているんですけれども、さらに3つの成長ドライバーありまして、はい、グローバル、大型案件、戦略的アライアンスですね、はい、グローバルは先ほど言いましたように180カ国で使えますので、すで、はい、にアメリカとイギリスにチームがあります、はい、そして、全体の売上の3分の1が今グローバル売上になってますので、そうですか、はい、ここはマーケットは日本の数倍ありますので、今後どんどん取っていきたいと。で、大型案件の方は、はい、日ガス様のスマートメーターも100万台以上の規模なんですね。はい、そういった大規模案件の実績もできてきまして、はい、今年はですね、製造業様、モビリティの案件、はい、それから空調機の案件で大型案件も、クローズしてまして、これ今後数年にわたって収益を生み出していくと、このような大型案件も今後継続して取っていきたいと。で、最後戦略的アライアンスなんですが2つありまして、はい、コネクティッドカーと、はい、通信事業者向けのエリアですね。コネクティッドカーにおいては、はい、スズキ自動車さんと、協業プレス先月発表させていただいておりまして、はい、今回の IPO タイミングでも出資いただいてるんですけども、はい、鈴木さん、インド、それからヨーロッパの各国でマーケットシェアナンバーワンなの で、我々のグローバルのコネクティビティの強さを生かせると、はい、全社的に IoT 協業の推進を検討させていただいてます。さらに、はい、KDDI とは一緒にですね、自動車向けのプラットフォームを作ってきておりますので、今後も続けていきたいと。で、最後は通信事業者向けのプラットフォーム提供なんですが、はい、これまで KDDI グループに入ってからですね、我々のテクノロジーを実は KDDI に提供してきておりまして、はい、最先端のクラウドネイティブの仕組みをですね、はい、KDDI に使っていただいていると、はい、今後これをですね、 OEM ビジネスとして海外の通信事業者さんにも提供していきたいと考えております。ですので、はいはい、安定したリカーリング収益に加えて、グローバル、大型案件、戦略的アライアンスの3つの成長ドライバーでアップサイドを取っていきたいと考えております。いや、素晴らしいですね。もう戦略もすでにもう基盤も出来上がっていて、はい、あとは本当に着実にこなしていくというのがそうです、ね、はい、ポイントですよね。はいはい、まあ、今お話しいただきましたところでですね、もういろいろ概要をお分かりいただけたと思うんですが、さて最後になりますけれども、もっといろいろお話を伺いたいんですが、はい、今日上場されましたので、投資家の皆様へということでメッセージをあちらのカメラで、ね、はい、お願いできますでしょうか。そうですね、IoT や AI のテクノロジーというのは今後データ活用の世界において水や電気などの新しいインフラとして必要なテクノロジーです。我々ですね、社会の後期として孫の世代まで誇れる会社としてですね、ビジョンの邁進を追求いたしまして、我々グローバルのプラットフォームですね、日本初の真のグローバルプラットフォームを目指したいと考えております。そしてテクノロジーのイノベーションで世界をより良くする場所へ貢献していきたいと考えております。引き続きのご支援どうぞよろしくお願いいたします。はい、もう本当に日本にはなかなかプラットフォーマーというのがねできないというところですが、御社はその今先駆けになろうかというところでございますので、ね、はい、そうですね、頑張っていきたいと思います。はい、はい、ぜひこれからもご活躍を期待しております。今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。本日ですね、東証グロース市場に新規上場されました株式会社ソラコム代表取締役社長 CEO の玉川健さんにお越しいただきお話を伺いました。玉川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。